全英で最もタフなホール攻略松山英樹は3打差12位タイ発進。拡大写真小なり全英オープン初日ひし形20日ひし形ロイヤルバークデール7156ヤードバー70大なり好天の続いた練習日までとは一転して午前中は全英らしい冷たい風の中での幕開けとなった。そんな中10時9分にティーオフした松山英樹は4バーディー2ボギーの68でフィニッシュ。首位とは3打差の12位タイで初日を滑り出した。熱戦を写真でプレイバック。全英オープンの特選フォトギャラリー近年の全英オープン開催コースで最もタフなホールを攻略して波に乗った。ロイヤルバークデールの1番ホールは前回開催の2008年に平均ストローク 4.52 を記録。2人に1人ボギーを叩く計算となるこの数字は82年から16年までの全英で最もスコアの悪いホールとなっている。この日も第一組でオープニングショットを放ったマーク・オメイラが右の林に打ち込んでプラス4を叩くなど苦しむ選手が続出したが、松山はティショットを3番アイアンでフェアウェイに置くと左からの欧風に対し抑えた9で約160ヤード奥 2.5 メートル。この日3番目に難しかったホールでバーディを奪うと難しい1番で入れたのは良かったとうなずいた。その後4番パー3最難関の6番パー4と2つのボギーを叩いたものの7番パー3では打ち下ろしのティショットをピン左1メートルにつけるスーパーショットですぐさまカムバック。折り返し直前の9番パー4は約145ヤードを2メートルにつけてバーディーとしスコアを伸ばして前半を終えると後半は15番パー5のバーディーで1つスコアを伸ばしてフィニッシュ。同組でスコアを伸ばしたブルックス・ケプカ米国ら上位陣の背中を見失うことなく初日を終えた。オールアウト後はコースがそんなに簡単じゃないし、ショットがしっかりまっすぐ行っていないと簡単じゃない。そういう意味ではそんなに曲がってもいないし、良かったんじゃないですかね、とこの日を振り返った。68はメジャー初日としては最小ストロークだが、もちろんそこに満足するはずもない。この後の修正ポイントを問われるとどうですかね。暑いのでアイスでも食べて寝ます笑いと冗談めかしたが、ほどなくしてドライビングレンジにあったのはボールを黙々と打ち込む松山の姿。貪欲な姿勢がメジャーの頂へ松山を押し上げていく。